断る。なんでや。あんたがどんな経緯で無所に入ったのかは知らない。だが俺に復讐の手伝いはできない。俺は今まで何度も復讐に巻き込まれてきた。だが憎しみや恨みって感情だけで復讐を果たしても後に待っているのは悲しい結末だけだ。あんたがどうしても復讐をするっていうならその訳を教えてくれ。事情もわからないのに手助けはできない。教えられへん言うたら俺はあんたをここで止める。答えはノーか。すまんな。俺はこの目で全てを確かめたいんじゃ。それまでは誰も信用できへん。なるほどな。どうやらあんたは俺と同じ匂いの男のようやな。俺の兄弟にもよう似とる。俺もあんたと似てる男を知ってる。安心したわ。あんた相手なら間違えて殺す心配はないようや。ああ、こっちもあんたがどこまで本気なのか確かめさせてもらうぜ。行くで。キリュー来い。すごすぎるくらいだぜ。何してんの、おじさん。ねえ、何してんの、やめて、二人とも。はるか。浜崎に顔向けできん。浜崎。え、くそ、体が持たん。おじさん、この人。